奥秩父、拳ヶ岳に端を発し信州佐久を流れゆく千曲川は新潟で信濃川と名を変え日本海に注ぐ。全長367キロを誇る日本一長い川の岸辺から狙うのはシーバス。ベイトを追って時には河口から数十キロも遡るといえる。アングラー垂涎のゲームフィッシュ、シーバスと対峙するのは四柳功さん。新潟市の釣具店に勤める傍ら、ロマンあふれるリバーシーバスに思いを馳せる。旺盛な探求心もあって数々の大物を仕留めてきた。そのバイタリティは釣りだけにとどまらず、自ら整備したバイクにまたがり日本全国を颯爽と駆け巡る。夏も盛りの炎天下、難度マックスのデイゲーム。当たった、救った、はい、ヒット。ボドム取ってリフトアンドフォールで上げて、そのフォール中にポンって当ててきたので、おお、やっぱデイゲーム迫力あって面白いですよね。このエラーライスの極上のファイトを堪能する。真夏のね、この一番暑い時間帯に食ってくれました。いや、信濃川なんですけど結構濁りが効いてて、いつもこんな顔の様子なんですけど、まあなかなかポテンシャル高い川だと、はい、思いますね、はい。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。真夏の日差しがさんさんと降り注ぐ7月下旬、新潟市の西区に四柳さんが働く大型釣具店を訪ねた。広々とした店内は地域の釣りを網羅すべくアイテムが充実、万全の備えでお客様をサポートする。営業企画開発に携わりながら店頭に立つ多忙な一日。新潟昭和の釣り、四柳さん、今面白いのは、新潟といえばすごく海が広くて砂浜が多いエリアで、投げ釣りとかも盛んなんですけど、まあ、ルアー釣りもすごい人気で、まあ、昭和ジギングで、まあ、青物だとかシーバス、フラットフィッシュもすごい人気で、でやかんでもやっぱりシーバスが一番人気 でそのルアーにつけるファーリなんですけど、で使うのこの STX の4号の ZN、これすごい私押してまして、で針もすごい刺さりもいいですし、でバラしにくい。でこちらと同じように一緒にもう一つちょっと細軸になるんですけど、この38っていうシリーズもあるんですよね。でこれ使い分けていただいて、お客さんにすごいおすすめしてます。信濃川と阿賀野川、2つ大きな一級河川があるんですけども、その川両方ともすごいポテンシャルが高くて、まあ、数よりはやっぱり大型でかい魚が出る河川でして、私も過去にでかいやつ90オーバーとか何本も上げてるんで、はい、すごいいい川だと思います。明日はオフ、日中のシーバスゲームを満喫するとしよう。翌朝、目覚めな時を移す一級河川阿賀野川へ。稜線がくっきりと浮かび上がり、今日も暑くなりそうだ。タックル一本携えて、さてどこから攻めようか。県内のシーバスフィールドとして名を馳せる阿賀野川本流域、ここで幾度も大物を手にしてきた。1年で一番暑い時期ですからね、しかも日中デーゲーム
まあ、朝真面目なんで今は涼しいですけど、ほら魚もそうですけど、暑いとやっぱり食欲とかないじゃないですか。魚人が食べる気ないのに魚食べる気あるのかなってちょっと不安あるんですけど、まあ魚多分朝ごはんと夕ごはんは好きだと思うんで、シーバスは、まあ、今朝ごはんの時間なんで多分食ってくれるんじゃないかなと思います。シーバスの食いが立つ時間帯、ベイトが集まりそうなシャローの流れ込みを狙う。まずはちょっとね、表層から攻めていきたいと思います。でルアーは、シャロー系のミノ10センチですかね、フックなんですけど、フックは STX45 の6番を装着してます。日の出前、やる気のある魚がいれば表層で反応するはず。アップでキャストして、で着水して糸付け取って、あとは流れに乗せて表層系今ドリフトさせているような状態なんですけど、よれ抜けたあたりとかでスイッチで悟ったりして、やる気のあるやつ狙ってます。朝で雰囲気がめちゃくちゃいいですよね。朝日が昇ってきて、まだ涼しい時間帯で、まかずにも流してとか来るのかな、水噛んで多分ルアー動いてるはずなんで。時が経ち、気温の上昇に伴いシーバスの活性は下がっていく。気配ふんふん、さあかかってこい。新潟県の阿賀野川を舞台にしたシーバスのデイゲームが幕を開けた。ちょっと深いし流れもあるので、鉄板系のルアーに 20g の、まあ、鉄板系のルアーなんですけど、まあ、ボトム付近狙っていきます。この日が正面から登ってきて眩しいです。見にくいですけど、まず流れの深いところから行きましょうか。ここら辺かな、一応ボトムまで落として。ボトムについたらラインスラッグを取り、ジャークを入れながらリトリーブ。はい、ちょっと下流に下ってきました。で、また鉄板バイブちょっと投げていくんですけど、これブレードつけました。マスクドスピン、これ本当に便利で私よく使うんですけど、トリプルフックに簡単装着するだけで鉄板バイブレーションが、まあ、バイブレーションのアクションなんですけど、ブレードつけることによってブレード系のルアーに変わる。でさらにこれ取り外しも可能ですし、ブレードつけたことによってスローフォールになるんですよね、手こまして。それによって食わせやすくなりますし、でなんといってもいろんな魚が釣れる。シーバス、フラットフィッシュ、まあ、大物、ほんといろんな魚が釣れるので、ほんとこれ僕これ便利でよく使ってます。ブレードを装着すれば通常のアクションに加えて波動と反射のフラッシング効果が見込める。バイトの確率を高める手立て。その時は突然やってくる。一瞬たりとも気は抜けない。来
帯の時間帯だったが不発に終わった。反応ないですね。移動します。岸へ向けて駆け上がりになった押しの強い深瀬に入る。本当フックがほら刺さりがいいからあっちこっち刺さります。ちょっと下流の方に移動してきました。でここは、流れがちょっと二股になって合流する場所で、もう流れがよれる場所なんで、その流れの変化ですか、反転流みたいなのができるので、そのあたりを投げていきたいと思います。まあ、使うルアーはまあバイブレーション系のワームで、ベイトをイメージしたワームにチェンジ。ターゲットの警戒心を和らげようという目論みなのだが、反応が薄いのでここはお気に入りの、はい、ルアーが交換しまして、このブレードルアーの 20g に変えました。で針は、12番つけてます。アップに投げて流れが強いんで、まあ、ちょっと押されてドリフト気味になるんですけど、まあ、ただ巻きで誘っていきます。手を変え品を変え、ヒットパターンを模索する。当たりなし。デイのシーバスには忍耐力も試される。今度はちょっと 22g の重たい方にしてみたいと思います。流れの速いポイント、バイブレーション系ワームのウェイトを上げてルアーをじっくりと見せつける。2つの流れが合流するため反転流が生じる。シーバスが潜んでいそうなポイントだ。足を使いくまなく。エリアの地形、川の流れは大方インプットしている。向こうのちょっと線になってるところの縁の方が少し深くなって、でそこからこう駆け上がっていくんですけど、浅くなるんですけど、そのちょうど落ち込みのあたりですかね、木があるあたりの方の際の方を狙っていきます。でフックは6番つけてます。朝市に入ったポイントの対岸へ。道すがら藪をかき分けゲットしたのは平田クワガタ。いました、はい、
新潟県平田クワガタです。まあまあいいサイズですか。5センチぐらいあるんですかね。両方ですわ。都会ではめったにお目にかかれない平田クワガタ。はい、ちょっと移動してきました。で、本流の流れがちょうど正面にありまして、その流れが大きくこうワンド状になってまして、でっかい強烈強いこう反転流ができている場所です。で、深くなっているので、そのラインでシーバスついているのを狙っていきたいと思います。本当に流れが強いし深いので、ボトム取るのがちょっと一苦労なんですけど。攻めたい場所にルアーが届かない。慎重に川を渡り、キャスティングポジションを確保する。この反転流の中に入れるといいんだけどな。厳しい展開が続くデイゲームだが、これは想定内。一筋縄ではいかないから面白い。ファイティングポーズを取り続ける限り、チャンスは必ずやってくる。午前の釣りを終え、ランチブレイク。仕切り直しだ。午前中いろいろ頑張ってみたんですけど、釣れないままお昼になってしまいました。お腹も空いたのでお昼ご飯にしたいと思います。まあ、冷たいそばね、いいですよね。お昼からはちょっと場所変えてまた新たに頑張りたいと思います。うまい。はい、めっちゃ天気いいっすわ。冷たいそばで英気を養い、もう一勝負。奥秩父を水源とする日本一長い信濃川にやってきた。新潟の美味しい米はこの川なくしては語れない。阿賀野川から信濃川の方に移動してきました。で、ちょっと今土日中で一番暑い時間帯なので、流れの効いてる深いエリア、ちょっとディープなところを攻めていきたいと思います。で、ルアーはブレード系ルアーの 20g 投げていきたいと思います。ここは手前からもうドン深なので、流れが効く場所なので、シバスもいるんじゃないかと思います。まあ、日中で暑い時間帯なので、どうしてもやっぱ影とかカバーに入ると思うので、あと深いところですね、そういったところを狙っていきます。水辺に羽を休めるカワトンボ。豊かな自然を保つ小さな生き物の拠り所だ。食った。惜しかったよ。手前ですわ。背からいきなり胴へ。バラさないようになんとか。手前ですわ。ちょっと焦りましたわ。本当手前で一瞬テンションがふっと抜けて食ったんで、ちょっとびっくりしましたけど。やっぱこう深いエリアについてましたね。ちょっと怖いな。朝かかりな気がする。タモ。準備するのは早いけど、気が焦っちゃっても、よし、出しとけば大丈夫だな。よし、バラさないようにね、なんとか。ちょっと早いかな、でも取りたい、なんとか取りたい。よし、入った。いや、よかった。まあ、デーゲーム
土日中でちょっと深いところから手前についてきたのか駆け上げたのか分かりませんけど、まあ、まずまずの、はい、今日続きました。はい、やりましたね。はい、まあ、手前で食ったんでちょっと駆け上がりにいたのかついてきたのか、まあ、ちょっとあれなんですけど、手前にいたね、やっぱり深いところについてたシーバスが、ね、これ日中土日中これ一番暑い時間でもちゃんと食ってくれる。シナロ川ありがとうございます。いい顔です、はい、アングラーを魅了するイブシギンの魚体、堂々たる面構え、70オーバー渾身の一匹。はいはい、元気に帰ってきました。はいはい、ちょっと一匹釣ってリーダーちょっとザラついてたので結び直して今度はルアーを変えました。はい、ワーム系のルアーにスイミング系のワームに変えて 22g です。投げていきたいと思います。これもボトム付近を中心に狙います。多分この時間帯なので浮いてるとあんまり食わないことが多いので本当にそこをベタベタで狙っていきます。まあ、さっきも手前で食ったんですけどね、まあ、基本はそこ付近を引いてきてるので同じようなパターンでいるやつを狙っていきます。バイブレーション系ワームでボトム付近を探ると、当たった、すくった、はい、ヒット、ボトム取ってリフト&フォールで上げて、そのフォール中にコーンって当ててきたので、まあ、そこで食ってくれましたね。その手前でバラしやすいんで、どうしてもこういう巻き系のルアーだとね浅がかりになったりするので、おお、やっぱデーゲーム迫力あって面白いですよね。このエラーライするの、もうやっぱ鈴木かっこいいっすね。小さくても大きくても鈴木がシーバスは面白いっす。元気いいな、夏だけど元気いいな。やっぱ流れのいいところに効いてるやつは餌しっかり食ってるから元気いいな。水温も安定してるんだと思います。はい、キャッチできました、2匹目。はい、2本目、同じぐらいですかね、60後半から70ぐらいの2本目。これも結構いいコンディションなやつが、まあまあ真夏のねこの一番暑い時間帯に食ってくれました。いやー、信濃川なんですけど結構濁りが効いてて、いつもこんな顔の様子なんですけど、まあなかなかポテンシャル高い川だと、はい、思いますね。はい、おごそかなるリバーシーバス、ベイトをしっかり食べているのか抜群のコンディションだ。いけるかな、いける、そういけそうですね。じゃあ行きましょうか。あ、いけそうですね、はいはい、はい、ありがとう。暑いから気をつけて、熱中症ならないように気をつけて。はい、朝から本当に早朝から頑張ってきて全然バイトがなくて、ね、阿賀野川の方ずっと上流から中流ぐらいまで下ってやったんですけど、まあ途中心が折れかけたんですが信濃川に移動してきて午後からこの一番暑い時間帯で2本いいサイズが取れたので僕は本当に感無量です。はい、本当に良かったです。デイで2本は十分すぎる超過だが、アングラーは貪欲だ。国章をものともせず3匹目を狙う。晴れやかな心は夏空のごとく。信濃川のほとりで成就するデイドリーム、白昼に見る夢は幻が定説なれど、降り注ぐ陽光にきらめく銀鱗は確固たるうつつ、格別この上ない